おはようございます。私の方からまず1点ご報告申し上げます。ベネッセの個人情報の流出に関してでありますが、ベネッセにおきましてですね、小中学生等もの情報も含みます760万件に及ぶ個人情報が流出したことは誠に遺憾であると、そのように考えております。多くの保護者の皆さん、国民が不安を抱いており、ベネッセにおいて早急に原因究明が行われ、これ以上の情報の流用が食い止められるとともに、再発防止、顧客の信頼回復に全力で取り組むことが必要であります。昨日、経済産業省より同社に対しまして、個人情報保護法に基づきます1週間以内、すなわち7月17日までにですね、詳細な事実関係と今後の再発防止策について報告するよう強く指示をしたところであります。私から以上です。幹事社の街頭新聞の木津谷と申します。どうぞよろしくお願いします。で、幹事社からは1点お聞きします。はい。福島 の第一原発 の2号機で行われているトレンチ の止水工事なんですけれども、難航しているとの報告がありました。で、同じ工事、同じ技術を使う凍土遮水壁の工事全体に対する懸念というのも一部で出ているんですけれども、これに対して大臣の受け止めと、あと今後の汚染水対策への影響についてどのようにご覧になっているか、ご見解をお聞きできればと思います。水を含んでいる、土地、これを凍らせるのと水そのもの、これを凍らせるということは別のものであると、そのように考えております。凍土遮水壁につきましては、福島第一原発のですね、建屋の外側を覆うようにですね、凍結管を設置をいたしまして、地中の水分を凍らせて、凍土にすることで遮水壁を構築する、こういうものでありまして、トレンチ内の汚染水そのものを凍結させる取り組みとは基本的には別のものであります。ただしトレンチの水抜きと、これも行わなければいけないわけでありまして、全体の工事の一部としてこれも行っているものでありますから、早期にですね、トレンチの凍結を完成させ、トレンチ内の高濃度汚染水を取り除くよう東電を指導していくとともに、政府としてもですね、凍土壁を含めて廃炉汚染水対策が確実に進むよう引き続き全力で取り組んでまいりたいと考えております。トレンチを凍らせると、凍らせるなりですね、セメントで埋めるなり、さまざまな方法はあると思います。土木工学的なですね、技術も駆使をして、どうやったら水が止まるかと、いうことを基本的に考えるということだと思っています。幹事社からは以上です。各社さんお願いします。NHK の山田と申します。冒頭でありましたベネッセの関連でお尋ねをしたいと思います。個人情報の漏洩というのはベネッセに限らずどの企業もリスクとして抱えているものだと思うんですけれども、そうしたこう他の企業、企業全体に対してですね、こうした事案が起こらないよう何か強制として対応を考えているところがありましたら伺えないでしょうか。これまでもですね、個人情報保護のガイドラインの策定、周知を通じまして企業における、情報管理の徹底を図ってきたところであります。また本件をですね、受け止めまして、全国の学習塾協会、そして全国学習塾、協同組合、さらに、日本通信販売協会に対しましてですね、個人情報の適切な取り扱いの徹底をですね、早急に要請したい、このように考えております。また昨日ですね、情報処理推進機構 IPA からですね、内部組織からの不正な情報漏洩を防ぐためのセキュリティガイドラインにつきまして、改めて幅広く事業者に周知するための注意喚起を発出したところであります。読売新聞の滝沢と申します。
日ユーの一定交渉ですけれども、今週月曜日から今日までの日程で開かれています。まあ、今夜まで会合は続くと思いますが、現時点でどういった分野で前向きな進展があるのか、また2015年の打撃にとってどういった課題が残っているのか教えていただけますでしょうか。今回が6回目 の交渉会合ということでありますが、EU 側のレビューが終わってから、最初の、交渉会合というわけでありまして、これまではお互いの立場を理解する、こういった協議であったのがですね、今回は双方で論点を整理して詰めていく段階に入ったと、このように考えておりまして、サッカーで言いますと前半戦からハーフタイムを終えて後半戦に入ったと、こういうふうに思っております。後半戦の戦い、それぞれのですね、監督なりチームの作戦がありますので、つまびらかにできませんが、いずれにしても G20 の貿易大臣会合、今度19、20日、にもございます。そこでデフィフト委員ともですね、会談する予定でありまして、2015年中のですね、大筋合意に向けて、交渉をさらに加速化していきたいと考えております。原発なんですが、九州電力仙台原発のことについて、仙台原発、公式ではないんですけれども、一応流れとして、本当は今週水曜日にも委員会で最終、審査書案が、認められる運びになったんですが、遅れ、来週以降に遅れてます、その遅れている理由はですね、技術的なことという説明があったんですけれども、政治部記者の間ではですね、実は13日、公表される滋賀県知事、これに影響を与えないために、遅れたというような話が出ているんです。これについて、そういう話があるということは、ご認識しております。で、また、私は聞いてみました。聞いてました。これについて、特に遅れたことについての、ご所見というのをお聞かせいただけるようなところです。私が審査についてコメントします。はい、わかりました。産経新聞の三日です。はい、レギュラーガソリンの全国平均小売価格が11週連続で値上がりしてますね。はい、170円台も平成まで消費者の負担も増してますが、現状どう見てるかというのと、ガソリン価格引き下げに向けて、現状また今後の対応についてあればよろしくお願いします。ウクライナ情勢、そしてイラク情勢等を受けましてですね、4月の下旬から、11週連続で、上昇と、直近の調査で169円70銭というあたりでありまして、経済産業省としてはですね、石油製品価格、それから需給状況の監視を行っているところでありまして、都道府県ごとにですね、小売価格を調査するなど、地方の状況についてもですね、できる限り細かく把握に努めております。同時にですね、石油製品価格上昇の影響を受ける中小企業、小規模事業者に対してはですね、政府系金融機関によります資金繰りの支援であったりとか、下請け代権法の厳正な取り締まりなど、適切な支援に努めているところであります。足元では一服感というのもあるわけでありますが、引き続き石油製品価格のみならず、為替相場、エネルギー需給の動向に関する情報を収集し、事業者や国民生活に与える影響など注視をしていきたいと考えておりますが、トリガー状況をですね、すぐに適用する、こういうふうには考えておりません。では終わります。